何これ、ギノマ、ほうほうほう、欺きの間。ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。はい、ってことはナナキとオイラとクラウド、俺が行く。ほうほうほう、お主ではナナキの修行にならん。どういうこと、誰じゃ。そうじゃ、ティファか、バルト。うわ、バルト臭い。お主が適任じゃ。なんで。お前遠慮がなくなってるな。うん、ほほう、準備をしっかりな。なんか装備整えてきた方がいいかな。あ、なるほど。あ、俺がナナキになるんか。何この、何これでなんかアイテム買えんの、やばすぎるやろこれ。メガポーション3個買っとくぼ、安いから。まあいいけど、じゃ一旦装備とか見直そう。よし、じゃあ行くか。準備ができたら出発じゃ。オッケー、もう先に進んでいけばいいかな。ちゃんと見ててよ。おう、穴が開くほどな。なんや、二人でやる試験。ここって谷底に封じられし者たち。はい。その悲しみの渦巻く場所じゃ。これもまたライフストリームの一個。まあ、敵がおるから倒せってことよな。これを見よ、ナナキ。なんすか。お前ならば登れるはずじゃ。邪魔です、ブケハゲ。壁走りで移動することができます。はい。光ってる壁のことかな。はい。普通に L 操作をやめる丸ボスで壁で走りできる壁の外に出るとどっかさ。はい、行こう。おお、でこうしてこっちにも行って、宝箱。なるほど。ほんでこう行って、あ、ここは関係ない。下も自由自在なんや。めっちゃいいやんこれ。あ、こっちにもあるか。君が悪いぞ。いろいろなとこに。5年前のことじゃ。45年前、苛烈な戦いがここで繰り広げられた。まさか義賊はこんなところまで入り込んでいたの。はい、敵のことかな、義賊は。なんだ、わ、何やこれ。義なんとかってのはよ。義なんとか、義賊や。この谷の者以外存在すら知らぬ一族じゃ。まあそう焦るでない、時期わかる。義賊の正体を確かめるための試練なんかなこれ。お、なにこれ、噛みつく。あー、これをちぎってオープンさせると。なるほど。お、なんかすごそうなとこ来たぞ。なんかおる。誰や。銅像やった。死んでんのか。なにこれ。彼らが義賊じゃ。義賊、顔ないやん。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできない。実はちっちゃいとかが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。ナナキよ、最初の試験じゃ。最初の試験、ここで何が起きたのかお前なりに探ってみ。探ってみ。分かった。何それ。我らの異物を探し、運び、真実を解き明かす。ゼルダ的なことやこれ。さすれば道は開けるであろう。異物を探し運び、ほう、レッド13の加えて運ぶ。オッケー、ブーゲンハーゲンの元に加えて運んで鑑定を受けましょう。何でも鑑定団か。了解。義賊のこれか。L2 で古めかしいアイテムを加えた。落とさずにブーゲンハーゲンに運びましょう。はい。いいな。正しき異物を探せ。ほうほう。それはただの骨じゃな。あ、ただの骨拾ってきたんや。あ、了解了解。あ、魔獣の背骨を。魔獣の背骨持ってきたんや、今。これはこれはなんかボールみたいな。ゲットした。ごも田舎。これ何ですか。
ブゲハゲ。ほうほう、すまぬ、寝てしまったわい。えぐお前、クリムゾンタイト。え、こんなん拾ってきたもん勝ちやん。装備とかくれるんなら。あ、戦いの記録これや我らが目覚めの時は近い。絶対これや。義族の矢か。義族の矢。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり毒石のように動かなくなってしまうという話。石化ビームか。貴族のお守りを入手した。あ、なるほどね。はい、次これ。いいな。正しき遺物を探せ。ほう、これはお前のおもちゃにちょうど良さそうじゃの。骨やったり。バオバブの木。絶対マテリアやんこれ。絶対マテリア。持ってっとこ。星をめぐる魂の記憶、知識、その結晶、一般的にはマテリアと呼ばれておるようじゃの。はい。あ、回復3マテリア、でっか。よいしょ、なんか首輪みたいなゲットしたぞ。これじゃあ谷の者が使っていた武器じゃな。谷の者が使ってた、使に施されたこの文様、はい、お前の体にも同じものが書かれているじゃろうて。はい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 、マジックカラーを入手した。これじゃないんやじゃん。絶対ここにある。これやん。最後だけなんかやたら遠いところにあんもん。うわぁ。我らの亡きがら。亡きがら。貴族の思い。まあ、これでいいなって言ったらしばくから。あ、もう確定演出入った。確定演出。おい、離せ。え、やば。あ、復活？武家ハゲ？そうって。義族のボレ、ちょ。マジかよ。槍やって。槍じゃないやつも出てくるやんじゃん。おえ、串刺し。大丈夫かバレット。避けて。避けて。まずは見破るでしょう。はい、弱点は火。はい。洞窟をさまよう貴族の亡霊。かつてコスモキャニオンに侵攻した部族が怨念化した存在。深い悲しみと怒りを抱え地下に封じ込められている。弱点属性の魔法攻撃か回復魔法。マジか。遠距離物理攻撃を当てると槍を回転させて遠距離物理攻撃を跳ね返す構えを取る。あ、今の状態ね。バルトが攻撃してるからか。構えてる時に近距離物理の強力な攻撃を当てるとヒート状態。貴族の亡霊魔がいるとキーは、リンネにより何度でも復活する。じゃあ魔が出てきたら魔を先倒さなあかんねや。了解。ダメか。なんかに使えそうやぞこのアイテム。落ちてるやつ。あ、ちょ、回避されてる。串刺し危ないね。OK。 ソウルリザレクション。あ、魔出てくるんじゃこれ。そんなことない、そんなことない、そんなことなさそう。後ろからおいらに続いて押し出し避けて、オッケー、バースト状態。はい、お疲れ。今のは貴族の防衛じゃ。お前どこまで逃げとんねん。我々との戦いで滅びた後も憎悪が積もり、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。やばいな。しつこいな。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。うん。敗者を下に見てはいかん。ブゲハゲ、この石像とてよやってここに存在しておるのじゃ。これなんなん。無下に扱うでない。はい。我らの亡きなら石像を運べ。あ、これを運んでいくんか。ああ、軍神の石像を加えて先へ進もう。ほう、あ、なるほどね。こういう試練だから次槍と魔が出てくんねや。で、槍と魔と出てきて次またなんか3体目で終わりやな多分。だいたいこういうの3回やろ。ああ、で敵とかおるからってことか。はいはい、いちいちあれしてってことや。ああ、なるほどね。おもろいおもろいおもろい、こういうの大好き。で、もう一回加えて次のところに行くって感じね。うーわー、めんど。うわ、なんか光がピャーンなってるやん。
光ピャーンなってる。あ、あっちにも光ピャーンってしろってことで、これ持ってって。うわー、おごそかなとこ来たで。これに乗せればいいんよな多分。あ、祭壇4つあるわ。あと2つ集めなあかんのじゃん、これ。どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い。いや確かに怨念みたいな渦巻いてる。どうした？さっきの。すべてのことに意味はある。はい。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。え、むぞ。え、むぞ。すべきことはわかるな、七木。全任せされた。我らの亡きなら、石像を運び、正しき祭壇に祀る。正しき祭壇に、ほな祀らせてもらおうか。まず色的に、んー、まあこれですね。正しき祭壇。あ、ちょちょちょ、レッド。奥がな、奥がな、ここまで来て下に奥がな。噛んだ。いや、解放させてあげたいんです。来るか、来んのか。終わり、終わり。ほうほう、始まりじゃよ。はい、逆張りじじいやなお前。全部逆のこと言ってくるやん。あ、ほんでもうここに落ちてるやん。簡単。これ一回ちゃう方に入れてみたらどうなんやろ。こういうの気になるよな。いいな。はい、すいません。すぐいいなって言うやん。これ黄色やね。残り1個どこや？我らの怒り封じるか。なんか勝手に受け取ってくれるような思いを、向こう側さん、義足側さん。ほんでもう1個がどっかに落ちてる？こっち側にあるんじゃ。あ、宝箱。危ねえ。星魔石。何やねんそれ。え、何これ。なんとかの、あれや、顔なしのやつや。あー、これ戦うんちゃう？バレット、崖登られへんからメンバー外れたんよな。うわー、なにこれ、鉄骨あたり。あ、ある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 。これ取ったらでも戦うんちゃう？全然戦えへんわ。帰ろ。お前襲ってきたり、襲ってきたり、襲ってきたりするちゃんとするちゃんとするんや。この気配忘れません。オッケーやろうやんけ。はい、ガード。何やったっけ、炎が弱点な。まだ今おらんから復活はしないと思うねんけど。打ち出し避けて、避けてや、避けて。ぶんどる。なんかぶんどった。回復魔法当てたらなんかあれすんのやったっけ。ちょっと待てよ、一回やってみるか。ケアル、義足。はい、ヒート状態。クラウンやな。なんかミイラ的な存在やからって感じなんかな。はい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 、はい、スピンファンク。お疲れ。でこれを持って帰る。簡単なお仕事です。アットホームな職場です。よっしゃ、ラスイチはめ込むぞ。よいしょ。これでマーが出てくんねやろな。もうちょいレパートリー考えときいや。数千年の昔、この谷の歴史は義族の訪れとともに始まった。はい。この祭壇はその頃義族を封じるために作られたものなんじゃ。あー、じゃあほんまに封じてんねや。じゃあこれで大昔に封印されたはずの義族がどうしてあの日谷を襲ったの。確かに彼らの真実は彼らにしかわからん。うん。行こう。お前の真実を探しに。ブゲハゲは全部知ってそうやけどな。なんか知らんことない言うてたもんな、レッドが。いや、ナナキが。この洞窟は義族と人の世との境界線。はい。ここから義族に攻め込まれたら。
谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。でもしかしある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。あ、父や。戦士はたった一人この洞窟へとやってきた。案の定中は貴族がいっぱいになっておった。絶対父やん。だから次へと襲いかかる貴族と戦い、あ、ちょっと喋っ雑談中すいません。ねえ、ちっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラが知ってるはずだよ。そうよな。ほうほう、ここから先はより注意深くな。大事なこと言わん、ブゲハゲ。強くなって絶対父やん。その真実を教えに来たんや、ナナキに。父は、母を見捨てて逃げたんじゃないよって。お前らを助けるために一人犠牲になって、この谷を、この谷っていうか、この封印の儀式のあれを、守ってきたんや。父。早とちりやった、どうしよう、俺の。なんとまあ、こりゃ。えぐいな。あ、ナナキもうすうす感じてきたんじゃん。それは瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。そうや、いいこと言うね。僕に見えておる扉をすべて越えれば試験終了じゃ。なるほど、サスケの第三ステージみたいなことな。殺してかかるがよい。了解。ほな、扉開けさせてもらいます。第一の関門、ほんまに関門やん。よし、第一の関門来たぞ。さあ、ナナキ、どうする？どうする？え？どうする言われましても、なんかあるね。これを引っ張って、引っ張っただけじゃあれやな、落ちちゃうから。おー、賢くなったの、ナナキ。え、あ、これでいいんや。え、めっちゃ簡単。あ、ほんで、まあ来るんちゃう、これ。やりとま、やりとま。ほら、来た。え、弓と。弓とやりや。後ろから。いいよ、串刺し。串刺しを避けれる。ファイヤーが弱点やな。ファイヤーチェーン。燃えちゃえ。避けれてないね。ソウルリザレクションやらせないよ。なんか死の雨とかやられてる。最悪。やばすぎ。戦士の癒し、戦士の癒し発動してない。どうしよう。俺の方ばっか見とって。オッケー、バースト。間がおらんから復活はしない。この間にダメージ貯めて戦士の癒し。オッケー、2000回復するやん、戦士の癒し。マヤいいよ、マヤ。全部バレットがあれしてくれてんな。マヤやん。オッケー、バースト、スピンファンク。いいね。やっぱ弱点ついていかなあかんな、この辺のレベルになってきたら。はい、第2の関門もこれ引っ張って終わりでしょう。うわ、3体に増えてる。これまあ出てくるな、ついに。やりまあやな。チェーンの末端が装置で壊れていて自動で固定できないようだ。絶対これに引っ掛けるやん。え、嘘でしょ。ここに三角押せるようになってるよな、ほらな。はい、賢くなったのナナキ。はい、やり、弓、マーが来たね。まずマーから倒そう。どっちされてる。ちょっと待って。まず一旦クワーやって ATB ブースト使うか。 ATB ブーストやって見破る。はい、え、全部あれやな、炎が弱点か。他は弓、炎も弱点。あ、全員炎弱点や。間がいるときは輪廻により何回も輪廻により蘇らせようとする。はい、魔法や復活の言霊栄唱中ヒート状態中は回避ことができないため攻めやすい。 OK、 栄唱中な、魔法栄唱中。ブリザがこいつが攻撃してくるんか、槍が。オッケー、ブリザがガード、ガードしてきた。後からの攻撃に弱いな。一回他のやつらで溜めてスピン。オッケー、ここで間を倒す。
で次槍じゃわ、弓がうざいから、まずバレットでアビリティで、増えるバースを弓、オッケー、 ATB 貯めてここで一気に決める、オッケー、さあ槍だけ、その状態うざいよ、やめてね、ソロリザレクション危ない、打ち出しも避ける、なんか攻撃力上がってんだ、マーの影響か、オッケー、バース入った、勝った、よしよしよし、選手の癒しで回復しといて、あーくそ、最後の回復が、どうだろうか、彼らの攻撃、苦しみが消えることはない、え、そんなん無敵やん、目的地はもうすぐそこじゃ、オッケー、あれ、また祭壇、お、祭壇、これが第三の関門か、ほうほう、似ているが違う、もっともっとずっと古くに作られたものじゃ、なるほど、さっきの祭壇は義賊を封印するためのもの、この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ、セトラ来た、語り合うってなんで、義賊は敵なんだよね、ほうほうほう、善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するにするんだ、確かにな、さあ七木、お前の力で道を切り開くのじゃ、ブゲハゲマジで七木を成長させようとしてくれてんな、全部七木に任せようとしてるやん、ほいからの、ほいで上登って破壊して、あーでこれまた引くんか、引っ張りの、折りの、折りの、進みの、上登りの、宝箱取りの、何 ?2600 ギル、ここに金落ちてんねや。義賊、溜め込んでる、タンス貯金してるやん。降りる、降りる、はい、進む、最後の関門来た。あ、何これ。ん？これを？これじゃない。あー、支えのところに刺して、なるほどね。で、引っ張って、かけると。はい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 。うわ、なんか怨念渦巻いてる。これ全員出てくるんじゃ？ま、槍、弓、あとなんや、盾か。出てこない。私にもまた絶えず姿を変えていく、45年前、一人ここまでやってきた戦士は45年前、その全てを一心に引き受け、うわもう父確定や、だって48歳やもんな、七木、うわマジか、めちゃめちゃ感動するんじゃんこれ、話聞いたら、うわちょうどいいところにベンチあるやん、おお、うわボスの雰囲気やな、あ、ボスや、闘技場すぎんもんだって、怨念渦巻いてるね、これはじっちゃん、どうしたん、いかん、憎悪の気配、襲わない、キズくん、キズくん襲わない、ブゲハゲ、え、お前も戦って、ブゲハゲ、うわ、いや、うわ、上半身だけ、うわ、な、キムタクみたいなやつ来た、熱っ、何それ、あー、槍、ちょっと待て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 、ソウルグリップって何、なんか掴まれた、どこ向いてんの、はい、ぶっ放す、はい、ドンドンドン、バレット、ちょっと待て、ゼロレンジシュートいっとくか、いいね、全然当たってへん、悲嘆の槍、槍やったり弓やったりこれ使ってくるんじゃん、結構食らってんな、ドレイン、え、めちゃめちゃドレインされたんじゃん今、気のせいか、呪魂曹操、うわ何それ、あ、火の玉、火の玉あれや、火の玉系、避けれる避けれる、避けて避けて、危ねえ、 ATB 貯めて戦士の癒し習得したってなんなん、習得してるやろ元から、あ、死んだ
え、死んじゃった。危ない危ない、いやー危ない。オッケー、アイテムフェニックスの王。じゃあれやな、戦士の癒しが、ソウルグリッパやばい。戦士の癒しがどういう効果なんだ、いまいち把握してない。俺が悪いなこれ。オッケー、じゃあアイテムで全回復いっとくか。あれ、キムタク選べたぞ今。ギ、キムタク、ドレインやばい、ドレインやばい。ヒート状態入ってるよ、しかもガードしよう、ガードしよう、ガードしよう。あー、それ無理なんやな。じゃあ一旦バレットでチャーニゴして、1回2回、やばそう。アイアビリティ、ちょ、戦士の癒しはリベンジゲージをすべて消費、消費量、あー、なるほど、リベンジゲージ溜まってなかったら、じゃあ弱いんや戦士の癒しは。学び学び、アイスビーファング、いいよいいよ、溜まってる溜まってる。霊炎、熱っ熱っ熱っ、呪魂早々来た。ちょっとマジックでもやるか、バイオとかどう、バイオラ効くかな。そうか、これガードフライか。オッケー、ガードラ、ガードラやって、バイオラ効いてる。ドレインはやばい、ドレインはやめて。最悪や、あれ避けんのむずいなマジで。でここで、マジックケアルラをレッド、死んじゃダメよ。 OK、 ヒート状態入った、バーストからのおチェインアビリティ。ATB3 段階はいらんな、ブッドビピストいくか。呼んだか、いやめっちゃかっこええやん。さらにリミットもあるからな。カタストロフィア、ビームを浴びせます。オッケー、ちょ、余韻長いわ。ためが長いわ。ほんでなんかしてきよんぞこいつ。うわ、召喚するんじゃん、あのヤーとかマーとか。何それ。ドゥエマの敵みたいなめっちゃ出てきた。ハイラがやばいよ。一旦一旦これ一旦スピンファングでドン。全体攻撃とかなかったっけ、チェインアビリティ、あー無理か、サモンゲージ、いや、やめとこう。一旦こいつは始末しよう。いいよ、どこ行った、あー義賊の呪い、これなんか半減、 ATB 減少、バトルエリア縮小、やばそうやばそう。ここ OK、 いいよ、アスピル避けて、これは MP を吸収かな。ガード、戦士の癒し、ソウルグリップ掴まれたらバレットに変える。いいよ、レッドやばそうや、レッドやばそうや、レッドやばそう、エクスポーションレッド、はい。でここでサモンができひんから、バレット MP ないやん、もう。あえてここでリミットゲージでブラッドファングをいくと。よっしゃ、ヒート状態入ってる、最高。呪魂早々はあれやな、火の玉やな。ヒート状態生かしたいなこれ。オッケー、レイエ、ちょ待て、オッケー、バスト、はい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 、当たってなくないこれ。 ATB ブースト、よいしょ、だいぶ削ったよ、死の宣告きた。一回バレットに変えるか。死の宣告、え、何それ、8万7000。カウントダウンの秒数長っ、絶対倒せるやんこれ。あ、でもその間に倒しきらないとやばいよってことか。
オッケー、 ATB 全溜まり。ここでチェインアビリティでぶっ飛び、ビジョン神石か、いや ATB いらんな、ぶっ飛びビースト決めていけ。全然当たってない。霊炎避けて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 、ドレイン来たよ、ドレイン来たよ、避けて、ドレイン来たらバーバイスピンファング、避けて避けて、ここはオッケー、リベンジモード、ヒート状態入ってる。ドレインバイ、そ離れんの強いなお前。ドレインバイト避けて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 、呪魂創造避けて、ドレインバイトよ。オッケー、後ろ取ったらこっちのもんちゃうか。オッケー、さあリミットゲージも溜まってる。ブラッドファングいっとれ、勝ったやっぱバトルがクソおもろいな。ブゲハゲケアルぐらいかけてや。怨念は未だ消えずか。ナナキよ、強くなったの。せやろまあね、戦士の試験はこれで合格。ほうほうほう、わし一人じゃ決められんの。お、誰かおるんか。え、あの戦士の意見も聞こうではないか。戦士の意見聞けんの。あ、え、バレットめっちゃ弱ってるええから行こう。でも画面赤なるから回復させてあげとこう。いや、ギガポーション持った、ハイポーションでいいか。めちゃめちゃ連打で回復させてあげて。戦士の意見って対話できんじゃんこれ。七木が、あの時の真実を。戦士の壁、どんな土地名やねん。うわ、なにここ、え、外。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。うわ、父や。父ちゃん、あれってクソかっこええやん。あいつ倉庫にあったポスターじゃん。瀬戸、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが。ああ、そうなんや。崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。かっけえ。母さんは知ってたの。ほうほうほう、知っておったと思う。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。はい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 。なんで教えてくれなかったの。教えたら一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。あ、危ないもんな今のやつとか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。ナナキ、オイラが小さくて弱かったから。ほうほうほう、あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。お前も将来こんな感じになるんや。なんか石化取るアイテム無理なんかなこれ。お前はこのまま旅を続けなさい。え、オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃナナキ、クラウトたちの言うことをわしは信じようとしない。そうやな、低学歴とか言ってバカにしてたやんな。セミナーの連中がしそうな話だとな。クラウドおるやん。新しいもの。いつの間に来てたん。聞いてもなんか知ってるような気がしての。うん、偉大な知見が含まれているかもしれん可能性をわしのこの目は見過ごすようになってしまった。はい、じっちゃん、
若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。うわ、めちゃめちゃええ老人や。行け、七木よ。この谷でジジイ色に染まるな。どんな色やね。目が曇り、耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。え、ブゲハゲ大好きかも。めっちゃええやつやん。七木を頼む。ああ、わかった。うん。ってことは仲間になるってことやんな、また。試験は不合格。不合格？修行を全て出直してこい。できるな、七木。もちろん。だって。いやー、真実知ったらな。うわ、吠えるんじゃん、これ。吠えろ、吠えろ。オイラは、コスモキャニオンの七木。戦士セタの、息子だ。いや、嬉しいやろな。父親のおかげで、うわー、泣いてる。伝わってるやん。うわー、アオン出るわ、渾身の。めちゃめちゃええ話。パレット泣いてる。パレットがいっちゃんヒロイン枠やん。ほんで、なんか赤い正気出てるよ。やばない、やばない、やばない。まあとか槍とか出てくるんじゃん。ブゲハゲ？あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、キムタク？本体？勇猛にしてかかんな戦士セトよ。そなたの一族に再び我らの願いを託したい。は？どういうこと？戦ってたんちゃう？さすがセト。寛大な心に感謝する。え、返事したん今？え、怖すぎ怖すぎ怖すぎ。戦士七木、そしてセトラの民。共に来てくれ。え？どういうこと？じっちゃん。ほうほうほう。面白いことになってきたの。報酬は2000だな。おー、出た、報酬2000。ん？セフィロスさん。ただでいい。行くぞ。え、ちょ、誰も求めてへんねん。ただでいいとか。え？瀬戸はまだ生きてるんか？あれ？あ、瀬戸、瀬戸、瀬戸高いとこにおるな。え、今のキムタク本体、怨念と戦ったけど、あれか、結局キムタクは瀬戸と和解したってことなのかな、これ。全然状況がわかんないんだけど、これ何な。私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません。てか普通怖がる状況とちゃいます。だってなんか礼儀正しいじゃん、あの義賊。なあ、そうやったな。そういうのが実は一番怖えんだよ。気抜くなよ。確かに敬語やしな、強いやつって。え、竜房の入り江、誰や。あ、ギーキムタクか。あれ、なんか船ある。しかもマクオちゃんこれ。あ、生きてんのまだ。実在の人物？さあ、お乗りください。存在したんや。言ったらなんかいいことある？すんごいマテリアくれるとか。気分ですが、我々もマテリアを求めて。いや、ライバルやん、ユフィの。はい、一番乗り。さあ、乗って乗って。マテリアあるよ、言うたらユフィいくらでも釣れるやん。
どけどけ。よっ、バシャーン。どっとっとっと、バレット何キロあんの。行ってくるよ父さん、じっちゃん。そう、じゃあキムタくんち行こうか。また下長。なんかこいつの股間見ながら船乗んの嫌やな。なんか神秘的な場所やね。気持ち悪い。船の揺れに体を合わせるといいよ。こんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。星が聞いています。はい、聞かれちゃまずいのか。星が知ると、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラの耳に入る。セトラは少々寛容の精神に欠けますから、ね、あ、器ちっちゃいんや。私、セトラの末裔ですけど。あなたが継承したのは血だけなの。ほう、思いは継承しないと。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。本来目的があったんや。じゃあセトラは。そうなの。対話してたもんな、キムタクたちは。セトラの日々は過酷です。知らないもの長く生きられるでしょう。あ、そうな、激務なんや、セトラって。なんなんやろう。